はい、皆さんいつもお世話になっております池間哲郎でございます。年齢66歳、まだまだ頑張っております。じゃあ今日はどんな話をするかというと、昭和天皇と仲良しだったエドワード8世、イギリスの王様です。正式名称ですけども、エドワード・クリスチャン・アンドリュー・パトリック・デイビッドさんです。長いでしょう。もう一回言いますね。エドワード・クリスチャン・アンドリュー・パトリック・デイビッドさん、覚えきれないです、なかなか。イギリス国王エドワード8世ですけども、この方ものすごく興味深いんです。昭和天皇と仲良しだったこともあるんですけども、来日してるんです。日本に来たわけですね。その時のこのエドワード8世の行動、日本を回るんですけど、それがもうなんというかね、人間味があふれる、あ、日本が好きなんだなという感じなんです。1922年のことですけども、プリンス・オブ・ウェールズ、つまり日本の皇太子殿下みたいな感じなんです。その立場で来日されたわけです。軍艦レナウンに乗って日本に来たわけです。広志と親王、昭和天皇と一緒にもういろんなとこ回ってますけど、まずは新宿御苑に行って、あの桜の美しさ、4月のことですからもう桜満開なんです。それを見て感動されてるわけです。イギリス王族としては初めて靖国神社参拝されたんです。そして玉串も捧げたんです。玉串奉天と言いますけど、ここまでやっていただけるとは本当にありがたいことだなと今感じております。それから京都を訪れまして、そして軍人さんとか皇族の方々といろいろお話をされてるの。それから鹿児島県薩摩へ行って島津邸を訪ねてる。その時に鎧兜をビシッと身につけて祝賀会に参加してるんです。かっこいいです。そのパーティーでは随行員、一緒に来た方々も一緒に法被つけたら着物つけたら自らあつらえたそうです。人力車が気に入ったみたいです。その人力車の車夫、その格好をこうして決めて、こうやって写真撮ってるの。英国の王様エドワード8世、プリンス・オブ・ウェールズの頃、日本をもう満喫して楽しんだと思います。昭和天皇、嬉しかったでしょうね。お父様はジョージ5世です。そしてお母様がお妃様のメアリーさんです。エドワード8世のことをみんなずっとデイビッドと呼んでたみたいです。友達も家族も両親ともです。デイビッドが生まれました。するとお母さんがこう面倒を見て育てていくわけじゃなくて、当時のイギリスの上流階級は乳母がいたんで、そしてしつけもずっと乳母がやるわけ。弟さんのアルバートさんと一緒にデイビッドさんもこう乳母に預けられるわけです。その中の乳母の一人が意地悪さんがいたみたい。つねったりしてもう泣かしたりしてたみたい。だから突然大声で泣いたり大変だったみたい。それを見てお母さんがびっくりして、これは何かあるに違いないと言ってその乳母を解雇したそう。13歳頃まではデイビッド君家庭で勉強するわけです。でその後海軍軍人となるべく海軍兵学校行かれるわけです。でスパルタ教育、集団生活、もう耐えに耐えまくるけど、やっぱり苦しかったようですね。1910年変化が起きます。前の王様が亡くなって、エドワード君は次の王様になるべくプリンス・オブ・ウェールズになるわけです。だから準備しないといけないです。それで海軍兵学校を辞めて軍人の道も諦めるわけです。新しいプリンス・オブ・ウェールズエドワードは国を思う気持ちがものすごく強かったようです。第一次世界大戦が勃発したわけです。するとエドワード、プリンス・オブ・ウェールズは、俺も戦うんだ、最前線でやるんだって言って言うこと聞かなかった。これ直訴してるの、軍隊に。俺もいろいろ、俺も戦わせろと言って。ただそうはいかんでしょう、次の王様ですもん。これはちょっと無理があるんじゃないかというと、もう陸軍大臣なんかがノーと言ってる。そりゃそうです、王位継承権第1位の方なんです。この方が万が一があったりしたり、あるいは敵に捕らえられて捕虜になったりしたら、もう大変なことになりますでしょ。だから絶対に最前線には行かさないということになったわけです。するとプリンス・オブ・ウェールズは何をしたか、とにかく最前線のイギリス軍の兵士たちを慰問するためにもうひっきりなしに行ってたそうです。その功績が認められて退役軍人の間でも大人気になったわけです。そして勲章もいただいたようですね。それでだからものすごく兵士のことも思っていたということ。
こんなこともあったんです。ロンドンの高級レストランでのことなんですけども、オーストラリアの兵士たちがご飯食べようとしたらノーと言われて断られたんですって。それを目撃してる。するとエドワードは自分の席に兵隊全部呼んで、そして食事を提供してるわけです。だからこういうことでもうマスコミからも大人気になって、エドワード・プリンス・オブ・ウェールズはもう世界中で人気の的になったわけです。エドワードは趣味がもういっぱいあることでも有名な方で、刺繍をやってみたら、あるいは乗馬、狐狩り、それからバグパイプ、驚きますよね。だから音楽にも精通してた、それからゴルフ、ガーデニング、もうあらゆる趣味を懸命にやってた、そんな人物だったみたいです。エドワード・プリンス・オブ・ウェールズを有名にしたのは、実はプレイボーイだったんです。めっちゃくちゃ。女遊びが好きな方だったみたいです。イギリス下院議員のご婦人、その奥様と不倫関係ずっと続けてみたり、貴族令嬢から芸能人までもういっぱい女だらけだったようですね。だからもう軒並みという感じだったみたい。歌手ともいろいろ関係があったようで、その女性がこんな歌を歌ってるんです。あなたにあげられるもの、それは愛だけ。そんな感じの歌を歌ってヒットしたんです。有名な女性との情事、それをまた本になったりして、それがベストセラー、暴露本が大ヒットしたわけです。それでもまた有名になったわけです。ハンサムだったんです。そして凄まじいこの女性遍歴で有名なもんですから、彼のことをプリンスチャーミング、世界で一番魅力的な独身男性とまで呼ばれていたわけです。もうモテまくりです。とうとう本命中の本命が出てきたわけです。アメリカ人女性人妻です。ウォリス・シンプソンさん、この方にも熱烈に恋をしてしまう人妻です。エドワード8世はお母さんに飢えてたかもしれません。幼い時にあんまり愛情を受けてなかった可能性があるなと私は感じてるんですけども、するとそのアメリカ女性は母性愛的なものがあったみたいで、もうとことん惚れ込んでいくわけです。結婚してるんです相手は。それでも強引にこの人と一緒になるんだと言って、もう必死になって彼女を口説くわけです。ウォリスさんは人妻なんです。そう簡単にはいかない。イギリスは厳しいです。離婚が許されないんです。イングランド国教会は離婚を禁じてるんです。それを次の王様がやっちゃうわけです。離婚しろと言って、そして離婚して俺と一緒になれみたいな感じになるわけです。強引に進めていくわけです。お父様のジョージ5世ももう悩みに悩むわけです。うちのせがれは人妻ばっかりに惚れるんだ、もうトラブルだらけ、どうすりゃいいんだという感じになっていくわけです。離婚を禁じてるイングランド国教会のトップになるんです。いずれこのトップの方が離婚しろ離婚しろなんて人妻に言って自分と一緒になれ、許されませんよね。とイギリス国民たちもいやこれはおかしいだろうというふうになっていって、反発も生まれていくわけです。1936年にエドワード8世は独身の状態で王様になっていくわけです。王様の即位式にはウォリスはまだ妃じゃないもんですから、ただの友達扱いをされたわけです。王室関係者みんな、なんだこいつはみたいな感じなんですね。新しく王様になったエドワード8世はすると何をしたかというと、これ見よがしにこのウォリスに手紙をどんどん送る。ラブレターをもうバンバン送り続けるわけです。愛は募るばかりだ、別れていることがこんなに地獄とは、なんてことも書いてるわけです。王室のヨットでもうあちこち旅行してみたり、またお互いがペアルックで公式な場所に出て行ったり、もう本当にうわこれでもかというぐらいやったみたいです。大パーティーの中で首相とか偉い人もみんな来てる。その中でウォリスの夫旦那さんにまあ噛みついてるわけです。早く離婚しろお前はって。いやこれ困ったもんですね。奥様ですよこの人、ウォリスは。まだちょっと早く離婚しろお前はって、あと殴りつけてるんで、いやーまあ気性も激しかったんですね。エドワード8世はあのウィストン・チャーチルと相談してるんです。私は愛する女性と結婚する固い決意でいる、そう言った。そうこれを国民に伝えよう。チャーチルも困ったでしょうね本当に。
しかしこういうわがままは王室では通じません。まして王様が率先して決まり事を破るわけですから、不倫なんてとんでもない、離婚なんてとんでもないって感じなの。だから国民が許すわけない、理解して受け入れるわけがないってことはもう分かってたと思います。それと弟さんも一緒になって3名で書類を書いて、私はもうやめます、エドワード8世王様の地位もみんな捨てます、そして王冠をこう被る儀式があるんですね、戴冠式というんで、まだやってなかったんです。だからもうこれも被らないでいい、王様やめますって言ったわけ。王様の地位よりも王冠よりも一人の女性の方が大事だと言って退位するわけです。このニュースは瞬く間にイギリス中に広がっていくわけです。もう国民も大騒ぎ、電話がつながなくなるぐらいわーっとなっていったみたいで、マスコミもどんどん取り上げる。そして王様が退位した後は弟が継ぐんだということまで発表してるわけです。もうみんなびっくりしたわけです。まさか一人の女性のために王冠さえも放棄するわけです。王様の地位も放棄したわけです。もうロンドン中がパニック状況になるわけです。収まる気配がないわけです。そこを沈静化するためだったのかもしらんなと勝手に自分は思ってますけども、12月11日ラジオ放送でスピーチしてるんです。イギリスは大事にしますって、王様についてきます。その後また国民に語りかけるんです。王である前に一人の男性であり、自分の心のままに従いたく、私が次に述べることを信じてほしい。愛する女性の支えと助けなしには、自分が望むように重責を担い、国王としての義務を果たすことができないということ。こう言ったんです。これが名高い退位文書なんです。それを読み上げたわけです。ここまでのことをおっしゃったわけです。エドワード8世の王様在位期間は325日です。1年もないんです。ごたごた続きで王様になった後、この冠をかぶる戴冠式もなかったわけです。エドワード8世と、そしてウォレス・シンプソン、アメリカ女性。この不倫問題、離婚、結婚、もうこのごたごた王様の退位、その流れのことを王冠を捨てた。または、王冠をかけた恋とまで言うんです。1971年10月のこと、昭和天皇と再会するんです。昭和天皇はヨーロッパをこう回っていたわけです。その時に会ってるんです。その10日後、元王様エドワード8世は亡くなっていくわけです。エドワード8世の葬儀が行われるんです。するとそのそばにずっとシンプソン夫人が泣いてたそうです。ウォリス・シンプソンはもう取り乱してたんだって、大声で大声で泣いて、エリザベス女王がもうなだめてなだめて、もう全然ダメだって。1986年奥様も亡くなっていくわけです。するとその遺産、それは全部パスツール研究所に全てを寄付したそうです。元英国王様エドワード8世が残した言葉をもう一つ紹介いたします。もし時計の針を元に戻せても、私は同じ道を選んだでしょう、として亡くなるまで一度も後悔しなかったと伝えてるんです。そんな方です、エドワード8世。日本も大好き、昭和天皇と仲良しです。今日は以上で終わります。ありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いいたします。